はい、こんにちは今日は森友事件ですよ、あの森友事件で、まあ、中心人物と言ってもいいですかね、この国会では、えー、太田死刑局長ですね、この方、なんかちょくちょく出てきますよね、なんかこの個人的に恨みは全くないんですけども、うーん、財務次官になりましたか、うん、あの赤木さんを追い詰めた男ってタイトルありますけども、まあ、この人1人で追い詰めたわけではないと思いますけども、 まあ少なくとも真相を知っていて、赤木さんのお気持ちとか状況とかね、奥さんのことも知っていて、しれっとこの出世するというね、このしたたかさ、うん、まあ、あんまり仲良しにはなれないかもしれません。まあ、向こうが私とね、仲良くなりたくないって思うと思いますけども、いやー、でもこういうふうなのを見るとね、本当に愕然とするところありますよね。まあ確かに あの森友事件のもみ消しに協力したから、それだけで出世したということではないと思いますけども、まあこのぐらい善意を持ってみたいと思いますけどもね、ただやっぱり、あの件が闇に葬られたままでね、生き残った人が死人に口なしたばかりに、こう、トントン拍子に行ってしまうと、やっぱ悪がさかのぼる、さかのぼるじゃない、悪がのさばる、栄える、そんなとこですか。あんまり楽しいもんではないですよね。 で、この太田主刑局長につきまして、私、好きな答弁があるんですよ、それがまさにここに書いてます、アベノミクスを潰すために、安倍政権を貶としめるために、意図的に変な答弁をしてるんじゃないですかと、<laughs> 陰謀論で財務省にだけ罪をかぶせようとした際に、当時、理財局長だった太田氏は。 ああそれはいくらなんでも、それはいくらなんでもご容赦ください <laughs> って言ってましたね、私、何回もあれ見ちゃったんで、もうね、たまに真似するぐらいなんですけども、全然似てないですね、まあ、真似していいもんでもな,んないんですけども、うん、あの場面を見てね、やっぱこういう方でもちょっとこう,うろたえるんだなと思ったら、そのね、言ってみれば人間の心といいますかね、えー、慌てたりうろたえたりする心を、一人の人が命を落としてまで真相をね、同僚に訴えた、上司に訴えた、部下に訴えた。 そして世の中に訴えたこの遺書とされるものを無駄にはしてほしくないなと思うわけなんですようーんちょっと読みましょうかだがこのタイミングで太田氏を事務次官に昇進させるという人事は森友事件の決裁文書改ざんを強要され自殺した近畿財務局職員赤木俊夫さんやその妻雅子さんの訴えを踏みにじることを宣言したとしか思えないまあ記事の書き方によっては、ね、いろんな書き方がありますけども まあここまで強調してね、悪意を込めて、バイアスをかけなくてもいいような気がしますけども、私個人の気持ちとしては、よく書いてくれたって感じですよね。うん。まあ、あの、森友事件の例のお訴えに関しましても、再調査はしないと。まあ、再調査はしないみたいなことを言ってましたけどもね、いや再調査される側なんだから、あなたが決めることではないと。うん、まあね、泥棒が裁判官をやってるもんなんで、なんとも言えないですけどね。うん。じゃあ、どうなんですかね。やっぱりこういうふういふな うん、言ってみれば、まあ、これはね、不正だと思うんですよ、この不正に目をつぶって、世の中の大部分があ枕を高くして寝る、要するに一部の、ねえー、人の死を背に受けて、せ高だかわせ飲んでいくものなのかなと思ったら、ちょっと政治はすごくね、寂しいような気がします。ところでね、政治っていうのは、命の選別をすることだっていう言葉が、昨今、聞かれたんですよ。 私はねこの言葉はねその人がそれをするというよりもこの言葉を発した人がそれをしたいんだっていうふうなあ願望で言ったんではなくて今の世の中とか今までの政治の歴史を見てたら現実そうじゃないですか、ね、その方があそんな発言をしたことを、ね、責める方いますけどもそれはちょっと私から言うとお門違いでどう考えても今までの政治体制ね一部の人の死を許容してそして生き残った人の豊かさをそれによって えーまあ、享受しているということを、ね、繰り返しているのが政治なのかなとそして、うん、これもなんか表現難しいんですけども決断力のない一般庶民に代わって権力を持った人があえてね悪党を演じてくれてるから成り立っているというふうなねそんな解釈すらもう成り立ってしまうわけなんですよね、うんまあ、でも私のね気持ちとしては、うん、なんかやっぱもうちょっとねあの普通の人とかね納税者弱者 普通の人人一般人ですよこういう人の悲しみとか苦しみとかね、ささやかな暮らしに耳を傾け、目を見張ってほしいなとあ、官邸の方にね、安倍総理の方には思うわけですよね。えー、いずれにしてもね、私はもう、個人的にこの森友問題っていうのが、ものすごくね、えー、もう関心が出てしまって、なんとかこれをね、白日のもとにさらしてほしいなと、立花孝さんには思うわけなんですよ。 ぜひ、ね、森友問題を追及して、籠池さんを衆議院に当選させて、ですね、この国会の中で、予算委員会の中で、籠池さんが安倍総理に質問するっていう場面をね、見たいな、うん、その時に安倍総理はもうやめてるかもしれませんけども、も場合によってはね、参考人でも呼んで、ちょっとこの件を追及し欲しないなと思いますし、もし、この自民党政権が終わって別の政権になった時に、 当時の自民党政権のこの森友問題を暴くみたいなね、検証委員会をその時でもいいから、作ってほしいなと思うわけなんですよね。はい、まあ、どっちにしてもね、あのまあ、年も年なのかもしれませんが、私も、こういうふうなね、政治のことにものすごく関心が出てしまって、やっぱりこう、国を動かすっていうのは、うん、今のところでですね、今のところでは、まあ、こう、悪にも目をつぶるところがあるのかなと思うと、 やりきれない思いがしますね、えー。やっぱりね、こういうふうな赤木さんみたいな方が命をつされる、それに私たちはどう答えていけるのかなと思います。まあ、東京都知事選もね、私個人的にはちょっと不本意な結果になったわけですけど、366万,36万人の方があ小池さんをね、支持した。ということは小池合子さんを支持したということは、366万人の有権者の方は、 それでいいというふうな評価をしたんで、決まった以上、それに従わなければならないのかなと思いますし、気に入らなければ、やっぱり別の弁論をね立てる人を、なんとか当選させるように、票を広げていかないといけないのかなというところですね。さもなければ、この自民党一強、安倍総裁一強はね、安倍総理総裁一強ってのは、まあ、終わらないと思いますよね。いつ終わるんでししょうかそして 終わっていいんでしょうかなんかねこのままの方がいいような気さえしてくるような自分もいたりして怖いですね、えー、それでは